するのがサッカー選手の仕事の、まあ、メインの内容かなと思います。まあ、その他にもピッチ外で社会に向けた活動であったりとか、いろんな活動もサッカー選手の役割の一つかなというふうには思ってます。サッカー選手を選んだっていう感覚はちょっとあまりないんですけど、まあ、サッカーが好きで、小さい時からサッカー選手になることを、まあ、いつの間にか夢見てたというか目標にしていたっていうのが正直なところです。だからサッカー選手を選んだっていうよりもサッカー選手にずっとなりたいって思ってやってきたので、僕は小さい時からサッカー選手になることが夢だったっていうか、はい、他になかったです、選択肢が。物心をついた頃にはサッカー選手になりたいっていうふうには思ってました。まあ、ただ現実的にそのプロサッカー選手がどういう仕事でとか、自分が実際にそこになるっていうことを本気で意識し始めたのは高校生とか、まあ、大学生とかもうそのぐらいになってからかなと思います。サッカー大好きでサッカーばっかりやってたんですけど、まあ試合で負けるのとかが本当に嫌いで、本当に負けず嫌いな、まあ、サッカー小僧だったなと思います。やっぱりその一つの試合で勝った時とか、またこうゴールを決めた時に本当に、まあ、自分もすごく嬉しいですし、まあ、スタジアムに来てくれているサポーターだったり新潟の人たちが、多くの人たちがこう喜んでくれてハッピーになってくれてっていうところを、自分たちの力でそういう人たちを幸せにできるっていうのはサッカー選手の一番の魅力かなと思います。まあ大変なことも苦労したこともたくさんあるんで、あれですけど、なんだろう、一つ具体的なエピソードって言ったら、まあプロになってからも、プロになって4年目の時にその以前いたチームを契約満了っていう形でクビになったこともあったりして、その時は本当にサッカーをやめなきゃいけないのかなとか、自分はサッカー選手としてもうダメなのかなっていうところで、結構落ち込みましたし、まあ、自分の選手としては一番の大きな挫折だったかなとは思います。まあ、僕の場合は、まあ、サッカー選手として目標が先に来るっていうよりも、なんかこう目の前の一日一日を一生懸命やるというか、例えば試合に出れないとか試合になかなか勝てない中でも、なんかあまり遠くを見据えるのではなくて、本当にその日一日一日で自分が全力でトレーニングできたかとか、ピッチの外でも自分が選手として正しい振る舞いをしてるかとか、なんかそういうことを常にこう自分に問いかけながら、過ごしてきたっていうのが、挫折の乗り越え方ではないですけど、本当に一日一日を一生懸命過ごすっていうことに尽きるかなと思うのと、まあ、あとはやっぱりそうやって過ごしてると周りの人たちが助けてくれるっていうのが大きいし、そういう人たちに本当に家族も含めて指導者も含めて周りの人たちに恵まれたなと。鹿島アントラーズっていう、J リーグクラブの、ユースチームに、所属していて、本当はそこから鹿島アントラーズのプロのチームに、上がりたかったんですけど、それは自分の実力的に当時かなわずに、そこから大学に、進学しました。で、大学でもサッカーを続けてサッカー選手になることを目標にしながらサッカーを続けて、で大学4年の時に、また J2 のクラブからオファーをいただいて、まあ、プロサッカー選手になることができたという感じです。まあ、サッカー選手は、まあ、本当にいろんな人がいて、多様性ある職業だと思ってて、足が、僕もすごく足遅いんですけど、足が遅くても慣れるし、身長が低くてもなれるし、なんかこういう人だからこういう人が向いてるとか、こういう人じゃなきゃなれないっていうことはサッカー選手にはあんまりないかなと
思います。ただやっぱりサッカーが好きでっていうのは最低条件というか、サッカー選手、サッカーが好きであれば、誰でもそこを目指すことができるんじゃないかなっていうふうには思ってます。っていう価値を誰かに届けてその人たちに喜んでもらうっていうことだと思うし、まあ、それが例えばご飯屋さんだったらその料理かもしれないし、洋服屋さんだったら服かもしれないし、何かその自分がこう作り上げた価値を誰かに届けて喜んでもらうみたいなのがやっぱ働くとか仕事とかっていうことなのかなっていうふうには、はい、思います。まあ、選手としてもいろんな土地をこう巡ってきたんですけど、やっぱりアルビレックス新潟は本当にサポーターが多くて、応援してくれる人が本当にあったかくて、パートナー企業も含めて本当にこうあったかい街だなっていうのを感じています。で、やっぱりそういう人たちに対して、自分のプレーとかチームの結果でしっかり恩返ししたいなっていう気持ちはすごくあるので、まあ、なんとか、自分たちが J1 に上がるとか、そういうところで新潟の人たちに恩返ししたいなっていう気持ちはあります。僕の場合は本当に小さい時からプロサッカー選手っていう目標があったんですけど、やっぱりそうじゃない子もたくさんいると思うし、まあ、それが当たり前だと思うから、まあ、焦ることはまずないと思います。でやっぱりその中でも自分が好きなこととか自分が得意とすることとか憧れるものとかかっこいいなって思うものを自分の中でこうすごく大切にして、それは決して一つである必要はないし、そういうものをたくさん自分の中で大切にしながらどん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 好きなものを追求して、得意なものをもっともっと得意にしてっていうことをやり続けることが将来の仕事とか自分のキャリアにつながってくるかなっていうふうに僕は思っているので、難しく考えずに自分が好きなこととか楽しいこととかを、どん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 追求してほしいなと思います。まあ、サッカー選手としてもそうだし、一人間としてもなんかやっぱ周囲の人に自分の言葉とか行動でやっぱいい影響を与えるような人間でいたいなっていうのは、でそんな中でやっぱ自分がサッカー選手でいるってことは周りに対する影響力はすごく大きい、それはやっぱフルに活用すべきだなと思ったんですね。自分が何ができるかなって思ったら、お世話になってる人というか自分が本当にサポーターとかパートナーの方に支えられてるっていうのを感じたんで、そういう人たちに対して何か少しでもこういい影響を与えることができないかなっていうところから入りました。自分が持ってるとかクラブが持ってる影響力をプレー以外のところでも発揮できる、うん、